さらにはその後ろ創価大学もやや遅れています。創価大学4年生の横山海也。さあそして今上りが終わりまして、少しその順位の入れ替わりが落ち着きました。先頭は中央、そして駒澤大学と城西大学、予選会3位突破の城西大学3年生の野村隼人、その後ろにぴったりとついているのは紫紺の襷明治大学、そしてその後ろが前回王者青山学院大学、非常にいい位置につけてきました。さあこの6号でやはり仕掛けてきました。1キロのペースが2分50秒前後ということで一気にペースが上がってきました。ここからこの先頭が区間賞ということになります。白地に赤の C、 22年ぶりの往路優勝を目指している中央大学はこの後大エースの吉居大和が待っています。果たしてその久々の、あるいは藤原正和駅伝監督が5区を走った時以来22年ぶりとなる往路優勝へ素晴らしいスタートとなるんでしょうか。動きが出ました。この前の中継所で襷を受けてからずっと一緒に走っていました青山学院大学という横田俊吾、そして駒澤大学の篠原幸太郎でしたが、18キロを手前にしまして、ここで駒澤の2年生今日エントリー変更、篠原幸太郎が前に出ました。横田はこれについていくことができません。先ほど15キロのタイミングで駒澤大学の大八木監督からそろそろ前に出なきゃいけないぞと、前をいい形で助けを渡そうという声があったんですが、その後も2キロ並走していました。ただ18キロを過ぎまして、この駒澤大学の篠原幸太郎が前に出ました。さあその後どうでしょうか。横田は苦しい表情になってきました。歯を食いしばるようになってきました。サングラスをしているのでその視線は分かりませんが、先ほどから地面の方に目を落とす回数が増えてきました。前回王者の青山学院大学が18キロ、あ、今原監督から冷静になという声がかかりましたが、その差は開く一方です。すでに 50m を離れました。駒澤大学についていくことができない、最初で最後の箱根駅伝4年生の横田俊吾、2位が駒澤大学となっています。青山学院どうでしょう。森さんどうぞ。はい、現在先頭から130メートル後方なんですけれども、この青山学院大学の2年生太田葵、前回は3区を走りまして区間2位でしたが、このフレッシュグリーンの助けを先頭に押し上げた、まあ、優勝の立役者の一人でもあります。でこの太田葵なんですけれども、先ほど前の中継所、平塚中継所ではトップまで35秒あったんですが、先ほどの計測で26秒まで迫ってきました。と言いますのも9キロの通過が25分46秒で区間記録よりも10秒早いペースでここまで来ています。あるいはこのペースでいきますと前が見える範囲に近づいてこようかということで、後ろからやってくるヴィンセントから逃げる太田、そして前を追う青山学院の太田葵です。この位置は前回2区を走っていく感じ。どうぞ。2位が変わります。中央大学が青山学院大学を捉えます。山の中に入ってきました。空気が冷たくなりました。ただ風はありません。さあ中央大学が今青山学院大学、阿部春樹経験者が初めての箱根駅伝4年生脇田幸太郎、もう見向きもせず一気に抜いていきました。中央大学がこれで2位浮上。中央大学、山といいますとこの往路優勝22年前藤原正和選手だったあの頃から22年間往路優勝から遠ざかっています。あの時は強い風でした。今日の箱根の山の中は全くの風がない。ただその風がない箱根の中を圧倒的な走りを見せています。中央大学2回目の5区となりました阿部春樹。青山学院大学の脇田はついていくことができません。はい、残り2キロ少々になってきています。はい、では2号車どうぞ。その駒澤大学を追います。今中央大学の阿部、今元箱根の交差点を左に曲がりました。やはりこの辺りですね、まっすぐな道がないということで、なかなかその駒澤大学の1年生山川拓磨の背中を捉えるのが難しくなってきました。藤原駅伝監督はこのように声をかけます。まだいける、あれだけ練習してきたんだ、まだいけると強い声をかけました。あるいは22年前の往路優勝した自分の背中をこの阿部春樹の背中に見ているのかもしれません。
今元箱根の交差点を左に曲がりました。やはりこの辺りですね、まっすぐな道がないということで、さて2号車は中央ですね、森さん。はい、この千守ですが、中央大学一人旅が続いています。前を行きます駒澤大学との差が二宮のポイントでは1分3秒、そしてその後ろ3位の國學院大学とは5分3秒離れているということで、千守からはもうほぼ前のランナー、そして後ろのランナーを確認することができないという状況になっています。千堀からはもうほぼ前のランナー、そして後ろのランナーを確認することができないという状況になっています。さあ2号車どうですか。はい、今15キロを通過しました。44分35秒ですから、区間記録よりも5秒早いタイムでこの中央大学の4年生中澤雄大、声がかかります。練習はしてきたんだから大丈夫、1キロにつき 3,4 秒詰めればいいというような藤原監督の声がありました。そして先ほど5キロ前でこの中澤雄大はアームウォーマーを取りまして、さすが8区を知る男、前が明らかに詰まってきました。200メートルから210メートルで前が見えてきています。2位の中央大学です。中央との差がどうかというところですが、2号車森さんどうぞ。はい、その中央大学ですが、先ほど海老原アナウンサーからもありました、7キロの通過、駒澤が20分16秒ですけれども、中央大学のこの湯浅仁は20分41秒ですから、すでに9区に入って25秒が開いているということになります。前の中継所では1分5秒の差がありましたから、現在駒澤大学と、そして中央大学の差は1分30秒になるという計算です。ただこの上り坂になりまして、やはり経験者、中央大学湯浅仁、去年も経験していますので、やはりあのギアを変えました、前傾姿勢になりまして、力強くクイクイゴーゴーとまさに前を追っているということになります。ただあのアップダウンがありますこの9区ですので、1号車の姿はまだ見えてこないという2位の中央大学です。あ、そうですか。2位です、2号車どうぞ。その駒澤大学を追います中央大学の4年生助川拓海、最初で最後の箱根駅伝です。前回10区を走る予定でしたが、直前体調不良で走れませんでした。幼稚園の時から女で一つで育ててくれたお母さんの秋子さん、前回走れなかった時、走っているのを見たかった、でもここまで頑張ったねと言われてとっても悔しかったそうです。大学陸上最大の舞台、走る姿を見せたいと言っていました。いつも茨城から車で応援に来てくれるそうです。これまでは一番苦しいところで声をかけてくれたそうです。今回10区を走ればゴール付近フィニッシュテープを切る姿を見てほしい、そうこの助川拓海は言っていました。走る選手がいて、支える仲間がいて、そして見守る家族がいます。それが箱根駅伝、2位は中央大学です。中央新時代としてつなげていくのかもしれません。これまで14年間でトップ3は実に12回という東洋大学がそのプライドを見せました。2号車どうぞ。はい、東洋大学まで入りまして、東京国際、明治、日体大、大東文化、山梨学院、帝京と来ていまして、17番目を走っているのがこの立教大学です。江戸紫のたすきが江戸大手町に帰ってまいりました。立教大学55年ぶりの箱根駅伝、2年生の安藤圭介がフィニッシュテープを目指しています。